みんなマリサだぜ。今回は私の新しい特技を紹介するぜ。どうせカラスの鳴き真似とかだろ。いやそんなわけないだろ。え、うますぎない？そんでマリサ、特技って何なのさ。よく聞いてくれたな、ゴブリンさんて。おい、言われてるぞ、ゆうまる。え、俺？実は相手の考えていることがわかるようになったのぜ。お、じゃあ俺の考えていることを当ててみてよ。もちろんだ。俺の動画は面白い。わかったぜ。俺の動画は面白い、だろ。おー、すげえマジで当たってるじゃねえか。え、これを一人で編集してて悲しくならないの？じゃあマリサ、私の思っていることも当ててよ。了解だぜ。これからもみんなと一緒に実況していきたいな。わかったぜ。うんち漏らしちゃったはい、ということでマリサさんは雑巾がけの途中で転んで死にましたが、気にせず実況をしていきましょうか。ごめんて。それで霊夢、今日は何をするんだ？まずは最近もらったコインを一気に回していくよ。お祭りコイン先と2700万コインだな。そんで霊夢、君はなんで2600万のコインを引いているんだい？いや、シンプルにミスですね。しかもめっちゃタップしてるじゃねえか。ということで、こっちが本命。いでよ最強コミで。コインが悪かっただけだ。こっからが本番です。いでよ最強コミで。そしたら幸運を運ぶ蛇からもらったコイン引いていこうか。え、めっちゃテンション落ちるやん。そしてこんなことをしていると、ゆうまるはとんでもない危機を起こす。それではご覧いただこう。待って、これはやばい。久々にやらかしたな。それじゃあ今回はこいつを使った強敵攻略をして終わろうか。よし、やっていこうか。パーティーを右上に乗せておきますね。ということで今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。